ゆうとさん、おはようございます。はい、おはようございます。今日朝早くからすいません。はい。って、はい。早いです。何時起きですか？7時起きです。早い。まあでもなんか今日は色艶のいい顔して。暑い。暑い。マスクが暑い。で、そのちょっとマスクで象徴となる7番がついてるんですけど、はい、どうしたんですか？それどこで手に入れた？なんか、作ってもらいました。オーソリティで多分手に入るんじゃないですかね。ここで多分分かんないけどデザインを、はい、ゆうとさんご本人がしたというのを聞きましたけど、はい、やっていただいたんでしょうか？そうですね、まあ、7番はずっと長くつけてたので7番をイメージしてやりましたし、まあ、あとはまあ星はやっぱり優勝した星がついてますよね、はい、回数をつけてはいますね。で、今はそこはそれはどこにも売ってない。多分欲しい人いっぱいいると思うんですけど、はい、今日はゆうとさん用意してくれてると聞きましたが、はい、プレゼントでよろしいでしょうか？はい、あげちゃいます。ありがとうございます。色、はい、はブラックの他にもありますか？ブラックとグレーの2色展開ですね。じゃあ今日最後まで見ていれば、うん、そのプレゼントの応募とかが分かると。はい、じゃあそれも楽しみに。はい、じゃあ今日はゆうとさんと一緒にこの幕張新都心、はい、スポーツステージどんな感じの売り場になってるのか一緒に見ていきたいと思いますので、はい、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。キャンプコーナー見ていきたいんですけど、ご本人はされます？したいですけどまだされたことないです。されたことない。されたことない。してみたい願望はある？してみたい願望はあるけどされたことないです。されたことない。そここだわりましたね。はい、まあなんか今こじゃれたというか機能もなんか整ってるとか、まあおしゃれですよね。すごくないですか？1階ワンフロアが全部こういうキャンプ用品ね。ね。でもテントだけでこんなに種類があるのかっていうのと、まあ、これなんかもう自宅のバルコニーとかでもできるようになってですもんね。そんなバルコニーがある家だったらいいですけどね。親父と一緒にこう必死になってこう何時間かけてテントを作るって感じですけど、うん、あ、連れてってもらったりとかあったんですか？あります、あります。弟さんと、はい、双子でと父親と3人で必死にこうテントを作ってやるっていうのがあったんですよ。今とかなんかワンタッチとかでもできるんですよね。これとか欲しいですね。本格的なやつね。はい、トンネルズの石橋貴明さんがやってるじゃないですか。やってますよね。はい、あれを真似てなんかやりたいですね。ユートチャンネル？なんかね、自分がやりたいですね。すごいですよね、でも。ね、こんなに揃ってるとこあるんですかっていうぐらいすごいですね。あれ、ユウさんもお子さんいらっしゃいましたよね。はい、一応います。一応。はい。男の子でしたっけ？はい、一応男の子です。そうしたらキャンプとかね、うん、お父さんがやってくれたように。そう、いや、本当にやりたいんですけど、うん、何から揃えていいかわからないっていうところで困ってます。渡辺でございます。渡辺さん、よろしくお願いします。任せてください。お願いします。じゃあちょっと実際にね、ゆうとさんも初めてのそうなんですよ、ね、どんなのがいいかとか何からこう用意して、ね、何からスタートしていいか全然わかんないので。ちょっと待ってください。これ何？これね、アウトドアのフライパンなんですけど、ちょっと遊びの要素がありまして、こっから僕は実は僕が拾ってきた木なんです。あ、作ったんですか？ハンドメイド。そうです。すごい。なんで、ゆうとさんの多分お子さん、はい、キャンプ行ってよし飯作ると、子供さん仕事がないわけですよ。じゃあここに合う木を取ってこいと。取ってきて親子で削りっこしてこの棒で作るっていう、まあ、キャンプ自体は全ても遊びなんで、あんまりこだわらずにも遊びを考えていただけるといい、まあ、ただのフライパンってフライパンなんですけど、やっぱりキャンプってデイキャンプとやっぱ違うじゃないですか。はい、デイキャンプ何が違うか。キャンプとデイキャンプですか？違う。クイズ。デイは、はい、日中にやると。そう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 。そうです。正解です。はい、要はもう泊まるか泊まらないか。あ、なるほど。その夜一晩過ごすっていうのが非常に大事な体験なんで、特にこの時期、まあ売り場も拡大したのがここの寝袋コーナー。すごいですね。サンプルしかないですからね。むしろよく言われるんですよ。どこにあるんですか。これ実際入ってもいいんですか。あ、大事に入れますよ。一応体験コーナー。こう体験コーナーもある。はい、すごいな。これまず、ちょっとここ薄く、カラスブルバって書いてあるんですけど、こちらはスポーツオーセルの自社製品。自信満々の。自社ブランド。自社ブランドなんですよ。で、触っていただいていいですかね。はい。もう？って思うでしょ。はい。これ違うんですよ。これポリエステルで。言ったらポリエステルの糸を、レンコンみたいな穴開けるんですよ。はい。で、サーモファイバーって言うんですけど、それが空気を吸うので、本当に羽毛みたいに空気を吸い込んであったかくなる。で、触った感じも、
ダウンじゃないですか、これほぼ。めちゃくちゃ軽いし。一番欲しいコメント言ったんですね。ああ、よかった、正解で。あと、ここですね。ここのポケットが結構特徴的で、僕は気に入ってるんですけど、仕事に忙しい方は、携帯入れてください。はい、で、そうで、まあ、キャンプ場ってそうじゃないので、はいはい、ちょっと肌寒いなっていう時は、ここにカイロとか、インしていただければ、まあ、いわゆる湯たんぽってあるじゃないですか。中でこう、蹴り込んでしまうんですけど、はいはいはい、うまくこの機能を使っていただければ、この、真冬でも行けます。それこそ年越しキャンプとかもこれで行っていただければ。すごいですね。そう。まあ、今年はね、いろいろありますんで、初詣行かずにもう、初日の出、親子で見ちゃうぞっていう。外、あっちの方も見てみたいね、はい、いろいろ。じゃあ、タラスブルバー、自社製品の、日本で唯一、当店、専門のコーナー、あるんですね、コーナー化されてる、ショップ化してますんで、はい、行きましょう。はい、これ、実際オーソリティの社員さんとか寝たりしないんですか？寝てないですけど、うち結構システムが面白くて、お客さんが勝手に持って行って、サイトを作っていくっていう。なるほどね。ここで写真撮って、家帰って家族会議すると。なるほど。作った時のコンセプトは、本当室内にキャンプ場を作るっていう。なんで、レジもどっちかというと、管理棟みたいなイメージで作ってるんですけど、で、ドドン。燃えないズボン。写真じゃないですか。そう。そう、さっき言われてました、はいはい、焚き火やりたいなってなった時に、うん、結構みんな衣服着てるんですよね。あ、結構アウトドアする時ってバシッと全身で、まあ、行く人と20万円ぐらい、そうやられちゃうとっていうところで、これタラスブルバ の防炎ですね、のパンツ、これが1万1000円、はい、通常相場価格の半分ぐらい でも今だといくらになるんですか？1万円です。ゆうこさん、はい、すいません。間違えました。で、これがね、また、これ普通のカーゴパンツなんですけど、こいつは中綿というかダウン入れちゃいまして、ダウンパンツ、あったかいけど、火に弱い。それが全くないので、このパンツおすすめです。これ着てたら、別にキャンプ問わず、本当にいろんな遊びに使える。もうズボンじゃないですよ、道具。やっぱりこう色がある程度まとまってるじゃないですか。はいはいはい、こうなんでこういう色になんですかね。ですね、キャンプって昔はこう本当家族とか仲間内でパーティーを外に持っていくっていうアメリカのいわゆるバーベキュー文化がそのままなったんで、どっちかパーティーやっほーって感じだったんで、色がいろいろあったんです。テンション上げるように。はい、で今のキャンプ事情でいうと、本当そこの景色をなだめるとか。うん、そこと一体化するっていう、わりかしこうトーンが静かで、みんなその自然を楽しんでる部分、自然と一体化するという、その中でやっぱりそこの自然の外観を傷めないっていうので、もうほぼほぼアースカラーが流行るんですよ。アースカラーっていうんですね、こういう、はい、皆さんアースカラーを使われてるので、やっぱ富士山をバックで見てても気にならないですね。確かにそうね、はい、外観をっていうのはありますよね。じゃあいきなりそこでアースカラーのテントがいっぱいある中に、アースカラーじゃないテントがバーンってあったら、あいつ分かってねえなみたいな感じになるんですかね。いや、それはそれでちょっといかつくて、それがダメっていうわけじゃないんですけど、あとはやっぱりその写真を撮る方がやっぱり多いですね。確かに今もね、はい、そのインスタとかね、そうなんです。その時にやっぱりこう、要は背景に映り込むものなので、そこのところでやっぱり友達とか家族とかお気に入りのちっちゃなアクセサリー類を際立たすためには、後ろがあんまり主張しない方がいい。白いお皿とかと一緒ですね。映えるの勉強しましょう。キャンプはアースカラーですね。今日思いました。ゆうとさんショッピング大好きですからね。子供服もあるんですね。ね、本当だ。これ先ほどのもう辻から撮ってるんで非常に軽いんですけど、これで僕昨日まあキャンプ行ってきたんですけど、僕自身がもう、まあ、友達と行ってたので、まあ、グループ、うん、でちっちゃなテントと持って行ったのはこのシュラフとコットだけ。コットって何ですか？コットでこれベッドです。これコットって言うんですか？はい、これコットって言います。でタラスブルバーのこれ特許取ってるコットなんですけど、ワンタッチで、おお、これすごい画期的なシステムなんですけど、力がいらない、全くいらない。一人でできちゃうんですね。一人でできます。で裏、見てもらったら分かるんですけど、裏返す必要がないので、普通のコットってこう裏返してガチャガチャガチャってするんですよ。その時はテンション上がってるんであれなんですけど、何回も使ってたらここから破れていく。ですけど、まあそれがない。
あ、そこ取れちゃうんだ。そうですよ。これちょっと。なるほど。これ実際って何？これなんですか？ポンと寝てます。あ、わかります、この音。この音がたまんないんですか？はい。これは鉄と鉄の気密性が高くて。あ、もう一回。違いますね。空気を失敗しました。茶筒みたいな。この、これ。いや、もうマニアックの世界です。いや、マニアック、マニアックじゃないですよ。マニアックじゃないですよ。いや、もう。今抜いた時の音、あ、顔見ました、表情。これなんですよ、これね、これやっぱ日本の鉄、タラスブルバー、ジャパンすごいなっていうの、気密性が高くてですね、はい、これ、もう一回抜いてます。はい。こうですか。ポンっていくの。いいっすね。この音がするしないは、全然違うんですよ。違うんですか。はい、負担がかかで、戻してください。ゆうこさん、もうちょっと感動してください。いや、なんか、いや、いい音ですけど、これで興奮はしないです。渡辺的にはこれ、茶筒感って呼んでるやつで、これ日本人全員分かるんですよ。この、あーっていう。で、戻りにくかったでしょ。はい。ゆうこさん、もうちょっと上げてくださいね。渡辺さん、この音でご飯3杯ぐらいいけますよね。いけます。いけます。いけます。丼でいけますね。これすごくない？どこで切っても。はい。もうここ抜けなくなっちゃった。ゆうこさん。こちらがウルトライージーコットでございます。ゆうこさん。はい。お願いします。はい。今日もこれで俺あと終わったら起こしてください。へえ、イモムシみたいですね。大きい選手とかって2メートル近いのもいるんですか？サッカーの選手いますね。うちの昔だ外国人の選手は2メートル 6センチ。どうですか実際入ってみて。いや、もうさっきまで寝てた家と変わんないです。いいコメント、はい、ありがとうございます。羽毛布団ですねこれ。いや、コットいいっすよ。いい、全然これ自宅のベッドでもいいっすぐらいな、安定感、やっぱりある程度こう硬さもあるんで、腰痛持ちの自分にはすごくいいですね。いっちゃってください。いいっすよ、本当にいいっすよ。はい、ゲット、渡辺さんからこの2つをゲットしました。プレゼントですか？はい、ありがとうございます。ありがとうございます。体感ください。おすすめです。すごい、はい、これはちょっとやばいですね。今1回ではこれゲットしましたけど、2回3回もね、はい、ちょっともしゲットしに行きますか。ゆうこさんが、ね、せっかくなんで今日は、はい、ゲットしに行きましょう。次はここ1階にランニングステーション、ランニングの拠点となる基地に行きました、はい、で横にスタッフの方がいるんですけど、お知り合いですか？はい、元チームメイトの、元チームメイト渡辺選手ですね。お、ジェフのジェフで一緒にやりましたし、その前は多分名古屋とかね、はい、名古屋でしょ、はい、渡辺さんはオソティのサッカースクールのコーチ、はい、で渡辺コーチでいいですか？お願いします。サッカースクール、そこでやってますよね、3階でね。はい、そうです。渡辺コーチに教えてもらえるサッカースクール、ランニングの拠点。そうですね。ここにコースがあるのかな？そうですね、上見てもらえば分かると思うんですけど、ランニングのコースのマップがあります。ここに沿ってこうランニングを楽しむこともできる。そうですね。で、ここで着替えとシャワーを。シャワーですね。なるほど。レンタルのシューズとかウェアとかそういうものも、はい、ある。サンドカプセルに入っていただいて、まあ、体を休めることもできます。1000円のお店、はい、安いですよね、はい、サンドカプセルだって。ゆうこさんはサンドカプセルってクラブにもあるので、試合後とか試合の前日とかに疲労回復とかでみんな入ってましたね、外国人選手も。すごいですね。うちないより全然いいです。本当ですか？はい、ちょっとこの場所もぜひともね、ご利用していただいて、うん、では移動しましょう。はい、ここがロゴス。ロゴスのコーナー。ロゴス、あのマークがね、はい、見たことありますよね。ロゴス、自分もなんかいつかなんか思ってますね。ロゴスだけでこれだけあるのかな。ね、メーカーで揃えるっていうのも一つのあれなのかな。まあ、まあサッカーでいう全部内径揃えたり、ロッテ揃えたりみたいな、ね、そういうのがあるんですかね。で、こっちがコールマン。あの有名な。有名な。これ赤いコールマンとか緑のコールマンとかなんかあるんですかね。ありますね。あ、ゆうとさん知ってる。はい。どういう違いがあるんですか、赤と緑のコールマンは。赤のはちょっとあのハイブランド。ハイブランド。緑はちょっとコストを抑えて。合ってます。ほぼほぼ合ってるな。言ってみるもんよかった。今あれですね、スノーピークのホテルみたいな宿泊できるところもありますもんね。ハイブランドというか、ね、そうですね。でもかっこいいんですよね。ちょっとほんとハイセンスな、はい、
ノーピーク。でも結構今ね、スノーピーク使われてる人も多くなってきましたよね。スノピね。スノピね、略した。ほら、スノピは女性服もある。これもある。それではゆうとさん、はい、ちょっと1階の、アウトドアキャンプはこれぐらいで、はい、ちょっと2階に行ってみましょう。